はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ゴンゲンです。それではドラゴンスレイヤー英雄伝説、実況の続きをやっていこうと思います。で、前回はですね、ルディアの城に行きまして、アクダムにね、まあ、会ってきたんですけれども、セリオスの父親の国王を殺害したりね、あとはエルアスタの町をモンスターを使って、壊滅させたのは、まあ、実はね、そのアクダムの仕業だということが、まあ、判明しまして、まあ、アクダムはね、どうやら、この国を乗っ取ろうとしているみたいなんですけれども、まあ、それにはね、セリオスが邪魔だということで、地下牢にね、まあ、閉じ込められてしまったわけなんですけれど、修道士のリュランがね、助けに来てくれまして、まあ、その地下牢を脱出して、このクルスの村までね、逃げてきたんですけれど、まあ、打倒アクダムのためにね、レジスタンスを結成して、まあ、アクダムをね、倒しましょうみたいな話になったわけなんですけれど、その前にね、ベルカの鉱山にとらわれてる人を、まあ、解放して、まあ、レジスタンスにね、加えたらどうだみたいな話になったところで、まあ、前回はね、終了したわけなんですけれども、まあ、さっきからね、ローがなんか話をしてほしいらしくて、後をね、ずっとついてきてるんですけれども、実況外で、レベル上げをしまして、セリオスとリュナンがそれぞれレベル7まで、上がっております。じゃあ早速ローと喋ってみましょう。やあ王子様、しばらく見ないうちに随分とたくましくなられましたね。王子様だったらきっとたくましくなられると思っていましたよ。もしよろしかったら私を王子様のお供にしてくださいませんか？どうしましょうかね。仲間になりたいだって、リュラン、どうしたものだろう。ロー、どういうことだ？どういうことって聞かれてもそういうことだよ。王子様、私は王子様と一緒に戦いたいんですよ。決して下心なんてありませんから仲間にしてください。うん、今は一人でも仲間が欲しいところだしな。わかった、一緒に戦おう。王子様、ありがとうよ。精一杯頑張るぜ。まあやっぱりローはこういう口調じゃないとダメですね。あ、それから俺の所持金500ゴールドは一応王子様に預けておくぜ。お金くれましたね。ローが仲間になりました。ということなんですけれど、まあ、ローはね結構呪文も使えますし、まあ、所持品というか、まあ、装備品はねちょっとしょぼいですけれども、まあ、結構ね優秀な、まあ、仲間になってくれると思います。じゃあクルスの村出まして、まあ、とりあえずルディアの城にでも行ってみましょう。スラックバブ、ローの行動の方が早いですね。あとはセリオスかな。ふう。じゃあ、ルディアの城に行くんですが、結構敵が出るな。まあ、実況外のレベル上げはね、もうちょい遠くで、まあ、やってたんですけれども、まあ、結構ね、敵の強さというか、まあ、戦闘バランスがね、ちょっと、っていうね、部分があるんですけれど、まあ、その辺もね、おいおい、まあ、わかると思うんですが、まあ、やっぱり、元がパソコン用のゲームだから、ちょっとバランスとかが厳しめなのかな。まあ、スラックバブぐらいならばね、全然余裕なんですけれど。よし。お城を着くかな。あ、着いた。まずは町ですね。なんだお前は、俺に何か用でもあるのか？いや、別にないです。まあ、とりあえず情報収集というか、まあ、話を聞いて回りましょうか。フェリシア様はすっかりやつれてしまわれたそうだ。セリオスの母親ですね。王子様がお亡くなりになったのだから無理もないけど、まあ、目の前に生きてますけどね。セリオス王子様の名を語った不届き者はどこかへ逃げたそうよ。目の前にいますね。前回来た時はね、道具屋さんとかやってなかったんですが、やっとお店がね、再開してますね。まあ、特に買うものはないんですが、あ、おじいちゃん。アクダム様は国王になったらモンスターをこの国から追い払うと言っておった。なのにモンスターはいまだに町の外をうろついておる。一体いつになったらモンスターはいなくなるのじゃ。いつになりますかね。武器屋さん。まあ、冒険者の服とか、まあ、革の鎧とか売ってるんですけれど、まあ、とりあえずここは我慢かな。ここは何でしたっけ？ヨシュアの目が売ってる場所かなですね。まあ別に今はいらないかな。まあ遠くをね、見渡せる、まあ、道具なんですが、なんだお前は、俺に何か用でもあるのか？ないです。町の兵士の人は、話は一緒みたいですね。ネリアの港には隣の国の珍しい品物が売られているそうだ。なるほど、ネリアの港。ネリアの港の定期航路がアクダム様の命令で封鎖されたそうじゃ。なるほど。国境を封鎖しちゃうっていうことかな。あんたたちよそ者みたいだが、アクダム様には逆らわない方がいいぞ。逆らったら最後、地下牢に入れられるか、ベルガの鉱山で働かされるからな。まあ、地下牢にはね、実際入れられましたね。ラウエルですね。おや、セリオス様。あ、違う。セリオス王子様。声が大きいよ。も、申し訳ございません。お元気そうで何よりでございます。実は王子様にお伝えしたいことがあるのです。何でしょう。フェリシア様はアクダムの妻になることを拒んだそうでございます。まあ当然ですよね。それは本当かい？ええ、間違いございません。よかった。母さんのためにも早くアクダムを倒さなければ。そうですね。まあとりあえずね、フェリシアというか、まあ母親が無事で、まあ何よりですね。じゃあお城の方にも行きましょう。用が済んだらさっさと城から出ていくように。いいな。はい。城の2階や地下は立ち入ることが禁じられているので注意するように。はい。まずは左にいるおじいちゃんですね。わしはこの国一の賢者じゃ。そなたたちに呪文を授けよう。どの呪文が欲しいのじゃなということで。このゲームはね、レベルアップで、まあ、呪文を覚えるのではなくて、あちこちにいるね、まあ、賢者とか、まあ、あとはね、アイテムから、まあ、呪文をね、習得するというね、まあ、そういう、まあ、ちょっとね、珍しいというか、まあ、変わった感じのシステムなんですけれど、まあ、とりあえず、フラム、イグナ、ヒュール、まあ、攻撃呪文ですね。まあ、これは一応、セリオスに、覚えさせておきましょうか。まあ後から上書きとかもできますからね。プアゾは誰か持ってます？持ってますね。ローはローはまあでもローはこれでいいか。じゃあ、セリオスに一応、覚えさせましょう。まあ、あとは、いいかな。あと話せそうな人。この上は国王様のお部屋になっておる。お前たちを通すことはできん。なるほど。四方を守ってますね。こっちはああ、忙しい、忙しい。何やってるんでしょうかね。今、料理中なんです。話しかけないでください。ああ、そうですか。すいませんでした。地下はこれといって、何か変わったものはないかな。あと行けそうな場所。なんだお前たちは、こっちへ来るんじゃない、あっちへ行け。はい。怒られてばっかりですね。なんだお前は、仕事の邪魔をするんじゃない。まあ、南側に行ってもね、エルアスタの町に行く道があるだけなんで。こっちは、おお、あの船か。あれはの、アクダム様の船じゃ。この国にある船はの、すべてアクダム様のものだということじゃ。なるほど。完全に出られなくなりましたね。じゃあ、ルディアの城はとりあえずこんなもんかな。まあ、エルアスタの町に行ってもね、本当に何にもないというか、人っ子一人いない状態なんで、まあ、あんまりね、行っても意味がないので、まあ、出ましょうか。まあ、呪文もね、覚えましたからね。まあ、そのためにね、ちょっと寄ったんですけれど、まあ、実際あんまり呪文は、まだ使わないかな。おお。魔物の群れに囲まれましたね。うん、まあ、戦闘は OK ですね。囲まれてる。まあ、一応今、オート移動をオンにしてるんで、まあ、立ち止まっててもね、勝手に、モンスターとエンカウントするような、まあ、そういうね、やつでやってるんですけれども。逃げろ。よし。キャリオンクローター4体はちょっときついかな。まだ敵の方が行動が早そうかな。セリオスはまあ一撃でいけるかな。じゃあ、リュウランはこの残りカス。よし。お、毒消しそうですね。まあ、だいぶ毒消しそうは打ったんですけれどね。リュナンはキャリオンクローラー、うん、倒せましたね。まあ、ローはフクロウかな。まあ、ベルガの鉱山の司令官を倒すにはね、まあ、最低でもレベル8は必要だみたいなね、話だったんですけれどは、あ、出ましたね、山猫。この辺からね、急激に敵が強くなってきますね。まあ、レベル8でも結構ギリギリというか、かなりね、厳しい戦いにはなるんですよね。よし。で、ベルガの鉱山なんですけれども、お、山猫がいっぱいいるな。大丈夫かなこれ。逃げた方が良かったかな。回復しましょう。ロー。もうちょいね、進めば、まあ、結構ね、いい装備品も手に入りますんで、ここはちょっと回復ですね。それまでのちょっと我慢かな。セリオスだけ狙ってくれればね、大したダメージではないんですけれど、どうしてもリュランとローがね、あ、違う、防御力が低いんで、ちょっと注意ですね。28のダメージ、痛いな。違う違う。そう、前回指定したコマンドと一緒の場所にね、カーソルが、まあ、自動的で設定されちゃうんで、その辺がね、ちょっとまあ面倒といえば面倒なんですけれど、まあしょうがないですね。回復ですね。メスを遊覧。で、ベルガの鉱山なんですが、ここなんですが、つかないな。お、フクロか。フクロならばまだ OK です。この先ね、本当に急激に敵が強くなるんで、おっかないんですよね。もう敵と遭遇したらもう全力で逃げます。よし。お、セリオスがレベル8についになりましたね。よしよし。ベルガの鉱山ですね。む、何者だお前たちは。この町に用もないものを入れるわけにはいかん。帰れ帰れ。ということでね、剣もほろろに追い返されましたね。出た、カブトガエル。ダメージは受けてないな。もう多分ね、今の状態だと勝てないんで、逃げます。逃げる。で、大きく逃げる。なんとかね、港町までたどり着きたいんですよね。いて、50かなくらいましたね。スラックバブとかはまあいいとして、ちょっとリュラン回復かな。呪文。まあ誰でもいいんですけど、まあセリオスでいいか。リュラン。ちょっとあそこにいられると先に行けないな。一回町に逃げ込みましょう。敵に合わないことを祈る。うん。ここまで来れば逃げられやすいかな。ハサミムシ。ハサミムシにも勝てません。お。うん、なかなか逃げられないな。うわ。早くも死にそう。頑張れ。あ、違う。逃げる。よし。回復ですね。死んでしまいます。あとはローですね。じゃあ、逃げましょう。うん。またエンカウントしてしまった。カザス。おお。121のダメージ。厳しいです。呪文。まだ MP はあるかな。あ、間違えた。レス・オセリオス。まあ、満タンじゃないけど、なんとかなるかな。いや、満タンにしておこう。で、ウィンドウを閉じたら、速攻で移動。あ、ここに出られるときついな。いいよ、大きく逃げないとダメか。いっぱい敵がいるな。いてえ。よし、なんとか巻いたか。ふう、到着。まずは一泊しましょう。結構ね、このゲームって宿屋がない町が多いんで、回復がね、結構大変なんですけれども、ネリアにはありますね。セリオス様がお亡くなりになり、アクダム様が大いに疲れたそうよ。これでこの国のモンスターが少しでも減ってくれればいいのだけど、完全に騙されてますね。これは単なる噂なんですがね、ベルガの鉱山の司令官はレベル11だってもっぱらの評判ですよ。結構強いんですよね。ここは特に意味がないのかな。で、お店がありますね。あ、そうだ、呪文のおじいちゃん。インパスとテュートかな。攻撃力アップと、防御力アップの呪文なんですけれど、テュートもとりあえず覚えておきますか。もういっぱいだな。じゃあ、プアゾはいいや。はい、これで OK です。セラ。セラは誰か持ってるかな？持ってないですね。とりあえずこの辺でいいかな。あとは、ちなみにローは、レス1、レジナ1、フラム2、フラム3、イグナ、ヒュール。結構ね、誰にどの呪文を覚えさせるのかっていうのもね、結構重要なポイントになってくるんですけれども、結構ね、この辺は適当にやっちゃいたいと思います。上書きとかね、いくらでもできますし、呪文を覚えるのもね、ただなんで。なんだね、あんたたちは。私のところに来たって船は出ないよ。アクダム様の許可なしに船を出すと重い罰を受けるんだ。この都市で鉱山送りはごめんだからな。なるほど。国が封鎖されてるのも全てはアクダムの仕業っていう感じですね。なんだお前たちは。アクダム様のお許しがない限り船に乗ることは許されん。用がないのならさっさと帰れ。来られてばっかりですね。いましたね。いらっしゃい。今日はこんなものがありますぜ。闇の商人ですね。といってもね、全く買えませんね。黄金の鎧、ダイヤの鎧。所持金今2000円ですからね。もうちょいね、安いというか、通常のね、装備品売ってる店があるんですけれども、ここかな？聖堂シリーズはいかがでしょうか。これさえあれば、カザスも怖くはないですよ、ということで、そうですね、この聖堂シリーズを全員分ね、買えるぐらいまで、レベル上げとかね、お金稼ぎを、実況外でね、やっちゃいたいと思います。とりあえず港町は、こんなもんかな。ネリアでしたっけ？だいたい回れたかな。そうですね。大体、話も聞けたと思いますので、とりあえずね、今回はこの、港町で、セーブして終了したいと思います。セーブ、4番かな。大丈夫かな。はい、ということでね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、権現でした。